はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで今回なんですけど、はい、こちらワンピースモッドで100日サバイバルリベンジ、ハードコアか、ハードコアリベンジしたいと思います。で、今回ですね、ちょっとこちらエース、こちらをちょっと持たせてください。はい、こちらゴールドロジャーの武器ですね。まあ、って言ってもそんなあれですよ、ダイヤ剣とか鉄の斧と一緒の感じなので、まあちょっと見た目的にはね、ちょっとエースが欲しいなということで、ちょっとこちら海賊王の刀、これを100日後にもうゴールドロジャーの装備全てになって、エースを持って私がゴールドロジャーだと。まあでも多分100日達成する頃にはなんかオルカさんのアップデートなんか来てそうだけどね、ゴールドロジャーの技ということで、じゃあちょっとゴムゴムまず食べます。やっぱりね、ゴムゴムが一番いいかなということで、やっぱりギアフィフスとかね、あったり、エースだとちょっとロギア強すぎるからさ、ダメージ受けないっていうのがあるからね。なのでちょっとゴムゴムでいきます。で、これ ここ完全に初期位置ね。まあまあハードコアだから初期位置あんま関係ないんだけど、初期位置のところにほら、あれ、多分昨日か一昨日にヒカキンさんの能力でっていう動画を出したんですけど、その時に見つけたんですけど、多分アップデート、新しいアップデートでほらなんかね、建物があるんよ。あれ多分海軍基地になると思うんですけど、あれ今回拠点にするのどうですか。まあ結構今回ヒカキンさんのね、その能力ぜひちょっとそちらの動画を見ていただきたいんですけど、その時にね見つけて、あ、これ100日ハードコアの拠点にするのいいかもとは思ってたんですけど、だから今回ハードコアやるときに、まあハードコアだから別になんか初期リスポーンとか関係ないじゃないですか。だから結構歩いて探そうかなと思ったら目の前にあったので、これほら要塞なんですよ。でも問題は中に海軍がいる可能性があるんだよな。あるかな、ちょっと行ってみるか。え、いやでも海軍いたとしても大丈夫だと思う。レベルはまだ1だけど、ミホークとかクロコダイルとかと出会わない限り大丈夫だと思うんだけど、ちょっと行ってみるか。いる？今んとこは？いやー、これでも怖いな、いそうじゃない。いやでもわざわざスモーカーとかはいないよね。いや怖っ。ちょっと一応エースを用意して、あ、でもエースだとゴムゴムのピストル撃てないのか。ほらこれ要塞だもん、絶対。あ、ごめんなさい、ちょっと暗視つけます、すいません。ちょっとだけ今ちょっと暗視つけますね。はい、すいません、暗視つけました。さあこれで、いやここほら囲ってさ、完全要塞ができるわけだから。待って、怖いなー。マジで怖い、嫌だよ。初日で終わるの絶対嫌だ。あ、ちなみにこれね、ここにパンがある。なーに？ね、絶対なんかいいんじゃん。多分僕にこれ反応してんじゃないか？多分。僕多分敵認定されて、あれかも。まあ、ちょっと、もらえるだけもらっとこう。よし、オッケー。これでいくぞ。大丈夫。こちらエースだ。エースを持ってる。怖い。大丈夫かな？いや、海軍だと、いない。いない。あれ？いないし、これ以上上いけな、あ、うわあ！こっちは、はい。あ、しかもこれエメラルドって確かさ、刀と交換できるんだよ。え、これもっと上あるでしょ。特にこれ上は何かあるわけではないな。いや、てかあっちにもあるな。じゃもうちょっと探索するか。別にここにしなくて、結構いろんなとこにあるっぽいから、まあ上には何もないってことが分かったから、まあちょっと拠点にするならあそこっていう意味で、ちょっと平、もっと平原がいっぱいあるところに行きたいしね。ちょっと移動しようか、レベル上げも兼ねて。で、もうこのシリーズで危ないのがミホーク、スモーカー、クロコダイル、そこと出会わないように。まあ、海賊はね基本的に、あ、黒か、前回は黒にやられたから、そこも気をつけてって感じだね。ブッ、あ、でも待て、ブチはお前は多分食らわないよね。オッケーオッケー、ラッキーラッキー、ブチいった。あっ、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 あぶねえ、食らうじゃん、わざわざ食らうって。ヤマトだ、ヤマトは味方だったはず、大丈夫。でもちょっと待って、ここさ怖いわ。てか早く、ちょっと待って、羊探さないと。そういえばこんまったりしてる時間なかった。まずい、まずい、みんな助けてくれ、羊、誰か羊来て。やばい、夜になったら終わりだ、これ、このゲーム。夜になったら終わるんだ。
急げ。今一瞬焦ったルフィだから大丈夫と思って飛んだけど、もしかしてダメだったらどうしようって一瞬めっちゃ焦っちゃった。ん、これ誰とやってる。ん、あ、銀だ。いや銀怖いなあ。あ、羊いた。待って、銀宝箱とか落とす可能性はもちろんあるんだけど、いや銀はね黒ぐらいの強さなんよ。ちょっとやめとこう。まだレベル、もうちょっと3とか4ぐらいになってきたら、銀と戦っていこう。あ、もう一匹いてくれ。頼む。もう一匹。クソ、もう一匹いてくれよ。なんで、頼む。もう一匹。羊、いた。よし。オッケーオッケー。羊、なんとか大丈夫そう。あ、でも待って、これ海か。水だー。クソ、おまわりしないといけない。どうしよう。もう行っちゃう。ロケットで行くか。行ける。信じろ。俺を信じろ。ロケット、よーし、危ない。おー、怖い怖い。とりあえずちょっと待って、急げ。あー、よかった、なんとか1日目。まあまあまあ特に何もしてないけど、あ、でも食料がゲットしたか、それはかなり大きいか。あ、てかちょっと待てよ。まあいや、まず寝てからだ、寝てからだ。そういえば海軍基地のところにダイヤモンド3つあったんだよね。ってことは海軍基地のとこ全部に、あ、びくそ、びくそ、なんで、なんで今、連打してたよ、カチカチしてたよ、今カチカチしてたのに2日目です。これさ、海軍基地のとこに必ずダイヤモンド3つ、さらにエメラルドもあるってことなのかな。いや、だとしたら最高では。エメラルドは、まあもちろん村人とのね、交換もあるんだけど、それよりそれもだけど、あの武器とかと交換できるんだよ。確か防具屋さんがあるから。え、これありか。いやでもまずはちょっと拠点だな、いっぱいあるからさ、別にそこら中にあるから、とりあえずピストル来た、大丈夫だ、いい、大丈夫。ピストル、ちょっとずつ遠距離攻撃、遠距離攻撃。やばい、来てる、来てますね。危ない、来ない、来ないで、来ないで、やめて。ロケット撃つか。ロケットどうですか。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。おら、よーし、怖い。シャンクス、シャンクスいる。よしよしよし、防具屋見つけた。あの、ここの手前のやつ、白樺のやつはオルカさんの装備があるんだけど、こっちに、ここにね、あの一応防具屋、大丈夫か、敵に見えた一瞬、馬が。防具屋兼、武器屋にもなってるから、エメラルド32個ゲットしてるので、これと交換できるんじゃないか。どうも、あれ、な、壊れてる。あー、な、売り場がない売り場が壊れてる。ちなみにこれ取れません、レプリカです。あー、マジか。まあでも、まあでもこれがあるから、うん、これで、装備をダイヤモンド装備にして、で、ちょっと待って、頭オルカさんにしたいな頭オルカさんにしたいが、とりあえず、いやー、そっか、武器屋はできん、なんか装備とか、なんか何かしら買いたかったけど仕方ない。ないね、ないわ、ないでござる。あっ、あぶね、あぶね、あぶね、焦った、今危なかった。怖い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 。ロケットの危ないところはっていうか、行ってたらなんか良さそうなとこ見つけたぞ。おい、はい、なんでしょう。いいんじゃないこれ、平原で、しかもちゃんと、その建物とか塀もある、塀も、あー、でも塀壊れてる。まあでも、いやー、結構壊れてる。でも修復すればいいから、別に。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ここにするか。平原ある。いいですな。オッケーオッケーオッケー。あ、いいいいいい。まあ、できれば武器屋が近くにあるともっといいんだけど、あと村。エメラルドあるから村人との、ね、その、交換というか、それもかなり大切になってくるとは思うんだけど。いや、でも悪くないんじゃない？うん、やっぱここだな。よし、ここを拠点にします。で、ここは全部なくします。むしろ僕はこれはありがたい。これを全部取っちゃって、塀だけ使います。塀使って、まあこれを有効活用しようかな。で、ここに全部
塀を立てて安全な場所を作りましょう。そうだね。だこれもまあせっかくだから残すか。これもせっかくだから残して一応建物にして、ここ全部塀にしてここに住もうか。いや、ありですな。オッケーオッケーオッケー。まあいいんじゃない。まあとりあえず今回は3日目、まあほぼ4日目だね。これでもう夜になったらちょっとまず建築これしていきたい。まずは拠点作りから始めたいので、一旦また寝て4日目からスタートになるかなと思うんですけど、今回はなんとか1話目でパート1でやられなかったです。このまま100日で、まあもちろんね、こうやってずっと夜寝て逃げてる続けるじゃいけないので、ちゃんとレベルも少しずつ上げていって、アイアンゴーレムとかちょっと狙っていきたいから、村とか行きたいね。まあ最悪ね、アイアンゴーレムを増やすっていうこともできるんだけど、まあちょっとあれはそれはあまりせずにね、増やしてゴムゴムのピストルで攻撃すればアイアンゴーレム襲ってこないからみたいな感じでレベル上げはできるんだけど、それはせずになるべくまあ戦って経験値を上げて、まあアイアンゴーレムの場合は1体だけ、まあ出てくるアイアンゴーレム増やさずに、それでまあちょっとレベルも上げていこうかなと思うので、はい。でまあなんとかレベル10とか15ぐらいになってきたら、まあ強い敵ともちょっと戦い合えるかなと思うからね、まあちょっと頑張っていきましょう。というわけで、今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。多分パート2も上げますのでね、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。じゃあ皆さんお疲れ様です。バイバイ。